ガンプラ制作動画を投稿しています。ガンプラ団です。今回からサザビーのマスターグレードバージョン KA の胴体の制作に入りたいと思います。いよいよ今回からサザビーのバージョン KA の実際の制作に入るんですけれども、サザビーはパーツの数がすごく多いので、いつも使ってるこのカッターマットですねではちょっと少し狭いということで、もう一枚購入しました。で、一応こんな感じですね。で、これは裏をこうテープで貼り付けてる状態なので、1枚で使うときはこういうふうに折って使って、広めに使いたいときはこんな感じでこう広げて使うという感じにしてます。すごく単純な仕組みなんですけれども、意外と、便利です。それでは、サザビーのパーツをこちらに準備したいと思います。こちらが今回製作するサザビーの胴体部分のパーツになります。で、この銀色のパーツですね、こちらに2つあるんですけれども、こちらに関しては、塗装したいので、使うのが、このチタンシルバーのカラースプレーで塗装したいと思います。他のパーツに関しては、こちらの墨入れ塗料で墨入れからやっていきたいと思います。こちらのパーツ、墨入れが完了しました。あと、こちら、チタンシルバーに塗装した分も、塗装が乾いて、少し墨入れもやってます。で、この後は、艶消しスプレーをかけていきたいんですけれども、その前にデカールを貼ろうかと思っています。艶消しスプレーをこのパーツにかけてしまうと、表面がこうザラザラしてしまって、デカールが剥がれやすくなってしまうんですね。なので、ちょっと僕は、デカールを貼るのが苦手だったりするので、この、貼りやすいパーツの状態の時に、デカールをまず貼っておきたいと思います。それではデカールを貼っていきたいと思います。で、今こちらに準備したのが、サザビーのデカールです。すごい量ですよね。特にこの辺、デカールが白いのでちょっと画面では見づらいかと思うんですけれども、この番号の数を見ていただけるとすごいですよね。なんかこれからのこと考えるとちょっとゾッとします。それで僕はもう何度も言うんですけども、デカールを貼るのが苦手なので、ちょっと今回道具を買ってきました。で、買ってきたのがこちらですね。マークセッターですね。ミスターマークセッターです。で、これはどういうものかというと、水転写式のデカール用の糊ですね。こうしっかり密着させる用の糊を買ってきました。で、このミスターマークセッターの使い方は、パーツのこうデカールを貼る部分にこれをまずちょっとこう塗って、その上にこうデカールを貼っていくというような、使い方みたいです。で、これ粘着力を高める糊なんですけれども、糊と同時にデカール自体をこうちょっと柔らかくさせて、こう凹凸面とかにも綺麗にこう密着するようなこう効果があるということです。で、これは基本的には、粘着力を上げる糊なので、デカールを柔らかくするのは、マークソフターというこれにちょっと似たようなものもあるんですけれども、今回使うのはこの粘着力を上げるのがメインのこのマークセッターですね。こちらを使っていきたいと思います。僕もこれ初めて使うんですけども、このマークセッターさえあれば、このちょっと不器用で、デカール貼りが苦手な僕でも、しっかりと貼れると思います。貼れるはずです。貼れたらいいなと思ってます。それでは、デカールを貼っていきたいと思います。
こんな感じにこう結構きれいに貼ることができました。かなりきれいに貼れたんじゃないかなと思います。僕今までこのタイプのデカール何度も貼ってきたんですけれども、一番きれいに貼れたかもしれないです。まあこれを、まあ、マークセッターを使ったっていう先入観があるので、そうよく見えてるのかもしれないんですけれども、結構、ぴったりと粘着してくれてるように思います。続けて他の場所も貼っていきたいと思います。このパーツも、ちょっと曲面のここ結構反ってる、曲面のところなんですよね。横から見るとこのくらいこうちょっと反ってるところなんですけれども、こちらも綺麗に貼ることができました。いやマークセッターいいですね。かなり綺麗に貼れます。デカール貼り、なんとか完了しました。で今回初めて使ったこのミスターマークセッターですね、かなり良かったです。まあ、いつも僕は水転写式デカールを貼るとこうなんですかね、綺麗に貼れるところもあるんですけれども、すごくダメなところはダメっていうような状態で、すごくこう完成度にこうムラがあったんですね。でそれがもうこれを使うことによってもう全部最高の状態になったっていうような感じですね。やつは人生で一番このデカールを綺麗に貼れたかもしれないです。もうそのくらい綺麗にこうビタッと貼れましたね。もう今後このマークセッターはもう必須で使っていきたいと思います。で今こちらのパーツは、墨入れと、デカール貼り、それから、塗装ですね、部分塗装が、完了してますので、この後は艶消しスプレーをかけていきたいと思います。